チャオ、あちゃんです。今日はね、デイリー山崎で買ってきたコメダのミックスジュース、コメダコラボのミックスジュースアイスバー、昔懐かしい味わいミックスジュースアイスバーということでね、コメダのミックスジュース、昔飲んだことある、美味しかったですね。これが作ってます。なんかね、デイリー山崎ね、あんまりないのよ。だからないことはないねんけど、めったに見かけへんかってね。めったにおらへんねん。で、これ171円やったから、多分。172円。で、ね、買ってきました。あとね、なんかね、31コラボとかね、いろんなんで出てた。で、チョコミントのフェアしてた。なんかフェアっていうか、いろんなもんチョコミントで、ね、いろんなもんがあって。ね、面白いものがあれば買っちゃいましょうねっていうことね、レビューしましょうっていう感じでね。およそ500メートル先、亀井東を右方向です。さすが大阪。いや、いただきます。アイスミルク、ミックスジュースのね、独特のね、桃とかパイナップルとかみかんとかね、そんな感じの味わいがね、ミルク感がすごい強いんです。美味しいわ。
いのよ、車の割にね。安い言うてもそんなね、小遣いで買える車じゃないけど、なんていうの、車のね、割から言うたら安い。で、昔のアメ車って足悪い、足回りめちゃくちゃ悪いし、ボディ剛性悪いし、ダメダメな車やって、直線番長みたいな、エンジンパワーだけみたいな車やってんけど、今すごい足回りも良くなってね、コルベットなんかね、普通に走ったらポルシェとかフェラーリより速い。うん、で、半分以下や。腕がでっかくてね、毛むくじゃらな腕したごっついおっさんしか似合わない。